KD プレゼンツ私哲学クラブ。質のいい人生は質の良い問いに答えることで決まる。体デトックスニューヨークのヘルスコーチマリさんが今日も問いかけて皆さんの幸せをあぶり出していきます。 KD の私哲学クラブでは自分の幸せをさまざまな問いから考え、自分の幸せをあぶり出していきます。哲学とは物事の捉え方を言葉や文章で分かりやすく説明できるよう追求していくこと、またはその学問となること。KD プレゼンツ私哲学クラブ、今回のテーマは DJ 小雪おはし Presenting New York Breeze。はい、というわけで皆さんこんにちは、体デトックスニューヨークヘルスコーチのマリです。今日もですね、皆さんと一緒に私哲学クラブというもので、まあ、哲学をしてみようと思います。で、哲学といっても全然難しくなくて、一つのトピックに対していろいろみんなで考えたりとか、あぶり出しをしてみようという、まあ本当にそれだけなので、間違いとか正解とかもないので、今日はですね、お金の哲学をみんなでやってみて、で、ああかな、こうかなっていうのをあぶり出していきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、今日、取り上げたいのは、お金です。お金を哲学する、で、皆さん結構お金っていうといろんな感情も与えるものかなというふうにも思うんですよね。まあ、お金としての役割もあったりとか、でもしかしたらストレスを感じることもあるかもしれないですし、もしかしたら喜びだったりとか、まあ、本当にその使い道プラスアルファ、こう結構感情っていうのを与えやすいものなのかなというふうにも思うんですけれども、まあでもですね、やっぱりいい関係を持っていたいなということをほとんどの方が思うと思いますので、まあ、ちょっとね、最後ら辺にはお金と今後はこんな風な関係を築いていきたいなみたいな、そういうものがあぶり出せればいいかなというふうに思います。はい、では早速なんですが、はい、小雪さん、はい、文句さんにとってお金って何ですか？おー、私にとってお金は欲しいものを得るために必要なもの。欲しいもの、例えば？例えば食べ物。ああ、食べ物、はい、なるほど。得るため。ちなみに私の場合はなんですけど、自由を与えてくれるものだなというふうに思っていて、まあそれは欲しいものを得ることができるとも言えると思うんですけど、なんか別の言葉で私にとっては自由を与えてくれるもの、まあ、それは選択肢が増えるだったりとか、でこれしかないよだとちょっとキュッとなるんですけど、これも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 あるよみたいな選ぶ自由だったりとか、あとは自由に生きるっていうところにももちろんつながってくるので、私にとってはお金って自由を与えてくれるツールだなというふうに思ってるところがあるんですけど、はい、小雪さんにとっては欲しいものを得ることができる、ちなみに欲しいものを得ることができた場合のその時のまあ感情っていうか、どうですか？例えば食べ物とかでもいいと思うんですけど、どうですか？どんな感情になります？あ、やっぱり嬉しいですよね。喜びの感情は出てきますね。嬉しいとか喜び、はい、じゃあ別の側面で言うと、お金は喜びや嬉しさを与えてくれるもの、とも言える、はい、言えますね。はい、じゃあ、まあ、その感情で言うと、こういうポジティブなところにおいては、欲しいものを得ることができて嬉しいとか喜びとか与えてくれる。で、逆にそんなお金のはずなのにネガティブな感情を与えるっていうこともあるっていう人が結構いるんですけど、小雪さんにとってはどうですか？ありますね。特にそのお金がある時の方がそういう感情が起こりやすくって、例えばですけど、同じ職場で私がこれだけもらってます、そこそこいい金額もらってます、そうすると周りが気になり始める傾向があるんですよ。じゃあこの人はどうなんだろう、でもどう
この人の方がもらってるんじゃないかとかね、こう要は欲が出てくるんですよね。もらってるからこそ、で欲しいものもどんどん買えるじゃないですか。欲しいものを買えると、今まではニーズで買っていたものがウォンツで買えるものにも手を出し始めるわけですね。本当はその必要はないかもしれないのに、なんかアマゾンとか見てるとなんか買っちゃうっていう、どんどんこう欲しいものが増え出してくる。で終わりがなくなってくる。でもっと欲しくなる、お金が。そうすると周りのお給料が気になり始めるっていう、なんか変な悪循環に陥ったことがあって、これもらわない方が私いいのかもしれない、必要最低限でいいのかもしれないって思った時期があった。それが結構ね、ネガティブな感情までも生み出してて、お金良くないって思ってた時がありました。すごい怖いですよね。本当にその点、生まれる点っていうのが本当今人それぞれだなって思った点がいっぱいあって、私の中では生まれたことがないって、いい悪いとかじゃなくて、生まれたことがない点が小雪さんの中では生まれてるんだなと思って、やっぱお金面白いなって今思ったんですけど、っていうのが、そのお金は他者との比較を生んでしまうとか、私そういうの生まれたことないんですね。持つこと、しかも持つことで生まれるっていう、なんかあるといいなのはずなんですけど、さっきの嬉しい喜びと同時に持つことで、あるといいだけで終わらなくて、比較が生まれてしまったり、さらに、まあ、必要よりもそのワンツって、私すごいいいなと思ったんですよね、ニーズとワンツってちょっとやっぱ違いますよね、はい、必要だっていうのと欲しいっていうのと、まあ、確かにワンツの方がちょっと余裕がある前提でさらに欲しいというような話だったのかなと思うんですけど、それがいろいろ買っちゃってっていう、つまりは無駄、欲しいを満たしてるんだけど無駄を生んでるっていうことも言えますか、側面としては。言えます。これね、やっぱり後々考えると、なんでこれ買っちゃったんだろうってこう後悔が生み始めるんですよね。今度後悔も生まれ、はい、例えば具体的にちょっと商品とか覚えてます？あ、これ無駄だったなみたいな。ね、なんだろう、例えば、あ、マウスとか、私マウス、このマウスちょっと腕が痛くなる、例えば今手元にありますけど、このマウスだったらいいんですけれども、手にフィットしてて、で、一時フィットしてないマウスを買ったことがあって、これじゃない、これじゃない、これじゃないっていうのを繰り返して、今私の周りに結構いくつかマウスがあるんですけど、これもったいないなって思ったりしますね。あとはヘッドホンですね。これも、あ、このヘッドホンがいいとか、あのヘッドホンがいいとか、こう見た目ばっかりを気にしてしまって、機能性を全然重視してない時があって、それであっちにもこっちにも手を出しちゃったみたいなことはありました。今すごい後悔してます。それは、それじゃあ無駄を生むは、物をたくさん持つっていう、結局使わないものがたくさん増えたりとか、あとはもちろんお金のを無駄に使ってるというふうにも言えるので、あるといろんな無駄を生んじゃう、良くないなみたいな、でしかもそれ、そこに後悔という、またもう一つネガティブな点も増えたりとか。じゃあ小雪さんはあることでいろんなネガティブなポイントも生んじゃうっていうのがお金とも言えますか？うん、言えます、言えます。ない時よりもある時の方が生みますね、私の場合。じゃあない時の感情をちょっと見たいんですけど、お金はないはないでちょっと、まあ、多くの方がストレスを感じると思うんですよね。さっき言ったみたいに、喜びあると、お金が与えてくれるものってあるからこそ嬉しいとか、なんかこうご飯が買えるとか、欲しいものを得ることができるっていう、反面こうあるとあるで問題も生まれるし、じゃあなかったらなかったで、ね、あると喜びがあるけど、ないかったらその反対で、単純に、嬉しさの反対、喜びの反対だから、喜びを感じられないとかね、嬉しい状況じゃない、困った状況とか不安とか生むのかなと思うんですけど、でこういうのを一連に経験して、あるとよりもない方が良かったなみたいな、でじゃあないのネガティブなポイントってないんですか？ありますよ、もちろん。その
適度にないんだったらいいんですけど、なさすぎてもうこれどうするんだってギリギリぐらいまでなる時ってあったんですよ、うん、私ね、うん、その時はやっぱりこう精神的に追い込まれましたし、え、これ本当になんとかなるのかなってこう不安はやっぱりすごくよぎるんですけど、うんうん、そこから強さが生まれたみたいな部分はありますね。なんとかなるみたいなね。そうなんです。そうなんです。その瞬間は不安でいっぱいなんですけど、そのちょっと後になんとかなってるわけですよ。今も私今ここで生きてるわけですから、そうね、なんとかなるんだってこう自分の中の心のタフさが生まれたのはお金ですね、一番。なくて究極に追い込まれた時の火事場のバカ力じゃないですけど、なんとかするような力を手に入れたり、困ってもなんとかなるぞっていう精神的なタフっていうところも、うん、まあ、心の筋肉みたいなものだったりとかっていうところが養えた、結構大きなそういう養いを与えてくれたのが筋肉じゃないやお金。そうです、お金だと。もうまさにそうです。そのでもすごいこれ、まあ、不安っていう側面めちゃくちゃ大きいので、話聞いててもあストレスちょっと感じるなっていうふうに私にもなんかそのエネルギー届いたんですけど、適度、さっきね、適度にないって言うんだったらいいんですって言ったんですね。適度にないって言ったんですよ、全然ないじゃなくて適度にない状態、それがその小雪さんにとっての心地いい、無駄も生まなければ後悔も生まない、というような状態。それじゃあ適度にないっていうのは、適度にあるとは言わなかったんですよ、適度にないって言ったんですけど、どういうことかなっていう、あればあるで問題を生んでるから適度にないという表現になったのかなと思うんですけど、まあ、ほとんどの方が適度にあるとは言うと思うんですけど、適度にない状態、引き算をしたそこのポイント、引き算から始まったいい状態っていう表現をされたのかなと思うんですけど、適度にないってどういう状態ですか。物も欲しいと思うけど、あ、これ今買えないなっていう制御が入るような感覚ですか。どういうことですか、適度にないって。要はなんかシンプルになるっていうか、必要、気づい、そのすごいなくなった時に気づいたのが、必要最低限で私お金いいんだなと思ったんですよ。毎月家賃が払えて、毎日普通のものを食べられて、そんな高級料理店なんか別に行かなくてもいいし、ブランドものも全然興味がないし、服もなんかそこそこのものが着られたらいいっていう、必要最低限でいいかなと。でちょっとそっから奥に入って、もうこれはまずいぞってなると本気出すって気づいたんですよ。本気出してなかったんですよ、私今まで。そこに気づかされたので、あ、本気出したらここまでのことができ、こう考えるじゃないですか、人間って真剣に。そうね。あれ、どうやったら本当にお金を生み出すことができるんだろうって考えたら、あらゆる側面で、じゃあこうやったらいい、こうやったらいいって、真剣に考えるってこういうことなんだっていうのを気づかされたのが、そこそこお金がなくなった時ですね。真剣に生きてるっていうか、そうです、そうです、その時間は真剣に生きてるっていう、そうです、生きることにすごく真剣。そうですね、だって食べていくとか、屋根のねあるお家の中でぐっすり眠る環境とか、そういう生きるということに真剣に向き合ったとも言えますか。あ、もうまさにそうですね。そのだから今まで真剣に生きてなかったんだなって逆に気づかされたみたいな部分があって、日本だとなんとなくこう裕福というか、美味しいもの普通に外食も行けるし食べられるけど、ニューヨーク来るとどんどんお金がなくなっていくわけじゃないですか、ご存知のように。だからそこに気づかされたっていうのは結構強かったですね、ある意味。経験としては良かった、経験としては良かったです。だからいろんな傷つき方を、私日本に行った時から散々恋愛で振られるとか例えばですけどしてきたんですけど、お金に本気で困るっていうことを経験したことがない、多分唯一だと思うんですね。でニューヨークに来てそれを経験することができたので、多分もう何着ても大丈夫なんじゃないかなっていう感じに本当になってます。そっか、さっきの、まあ、ニーズ、ウォンツっていう言葉で、ウォンツが生み出すたものっていうのが無駄だったりとか、物がね無駄にあったりとかで、ずっともしかしたら満たされない
もう何個マウスがあってもね、パソコンをねこう画面を動かすの何個あっても多分ずっともしかしたら満たされなかったかもしれない。で後悔も生んだりとかだって考えると、小雪さんの中ではお金はニーズがこう満たされるっていうのが適度なお金の額で、かつ幸せと感じられる金額なのかなというふうに今思ったんですけど、どうですか？おっしゃる通りですね、うん、ウォンツまでのマインドが入ってくると余計なことを考え出すんですよ。あれも欲しい、これも欲しいとか、うん、だからニーズだったら、あ、もうシンプルじゃないですか、ここまでしかお金がないからこんなものは必要ないですよって、必要なものはこれなんですよ、これなんですよ、じゃあ A か B かどっちか選びましょうっていう風に本当にシンプルになるので、ニーズなものが変えたら幸せですね。あの樽を知るっていう言葉あるじゃないですか、はい、まさにそれかなって思いますよね。そうかも、うん、それだ、そうかも。だから、うん、ニューヨークにいてそれこそ大戸屋さんとか、こっちだとねラグジュアリー空間ですけど、行ってまさかのまさかのランチ30ドルとか、もう行ってそれ食べるだけですごい幸せな気分になるんです。それもちょっと高いなと思いながらも、まあ今日ちょっと贅沢しようかな大戸屋でってなるでしょ、うんうん、でも日本に行って、はい、毎日のように大戸屋さん行ってラーメン食べて、なんだお寿司とか食べてとかやっても何にも満たされないんですよ。実はそれが当たり前の感覚になっちゃうから、これ幸せだなって思えないんですよね。すごいな結構そうか、やっぱりその最後の、まあ、質問何しようかなと思ったのが、幸せになれる金額いくらですかって聞こうと思ったんですけど、はい、うん、もうまさに今出てきたなって、この樽を知った時で自分のニーズですよね、ウォンツを満たすって多分すごく難しい、ウォンツを満たそうとすると多分難しいのかなって。でだけどニーズを満たした時っていうのがとっても幸せっていうのを、今この樽を知るっていう言葉だったりとかで小雪さんの経験から私は感じたんですけど、どうですか？まさにそうです。私もなんか自分で言って、あ、そういうことだったんだっていうのを今気づいた感じですね。さっきのさっきまで、いや、いくらあった方がいいかなとかいろいろと考えてたんですが、今マリさんにあぶり出してもらって、あ、ニーズがあったら私十分なんだ、それで幸せなんだっていうふうに気づかされました。うん、そっか。でも多分大事なのってそこに気づくことだなというふうにやっぱり思うんですよね。お金って、まあ、あるとね、あるで多分いろんなことを考えるの でそうするとなんかこう本当のその本質的なところ、お金で幸せになるって考えた時ってなかなかその気づけないことも多いと思うんですよね。ウォンツの方がもしかしたら先立っちゃって、でお金があるから愛しよう愛しようみたいなところに意識がパーッといく。でまあこういうふうにいろんなこう経験をして気づくっていうのもあるけど、今せっかくなのでこれを聞いてくださってる方もぜひ皆さん自分が感じてるお金って何なのかなとか、じゃあお金って、まあ、プラスにもマイナスにも感情を生むっていうことを考えた時に、できればプラスに考えた方がいいんだけど、望めば望むほどウォンツが欲しければ欲しいほど、もしかしたらネガティブ、もしかしたらもっとお金が欲しいっていうこともウォンツかもしれないし、でそれで、あ、今ないなっていうことになってストレスかもしれないので、ぜひ今のですね、樽を知るだったりとか、そのニーズを、ね、埋めるっていうことでシンプルに幸せっていうところが生まれますよっていう、小雪さんのお話とかも入れながら、皆さんにとってのお金っていうのをぜひ哲学してもらえたらいいんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、今日やってみて小雪さんいかがでしたか？いや、面白かった。いろんな哲学やってきて、私実は今回このテーママリさんに振った時に、これ自分で言っときながら一番難しいんじゃないのかなって思ってたんですけど、うん、一番シンプルでしたね思ってることが、うん、ね、あぶり出されました。はいはい、というわけでですね、今日は、お金ということで私哲学を小雪さんと一緒にやってみました。皆さんもぜひね、やられてですね、より自分の幸せのあぶり出しに役立ててもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。私哲学クラブ黒田真理さんへのお問い合わせは
からだデトックス .com KARADADETOX からだデトックス .com へお願いします。以上、KD プレゼンツ私哲学クラブでした。 DJ 小雪大橋 Presenting New York Breeze。